NBDC は科学技術振興機構 JST の一部署です。 JST は事業の柱を6つ持っていて、 NBDC の活動は科学技術イノベーション基盤の強化に属します。同じ柱の中にリサーチマップや J ステージといったサービスも含まれていますが、これらのサービスは NBDC とは別の部署が提供しています。 NBDC の活動は主に3つに分かれています。中核的データベースの整備、統合利用基盤技術の開発、基盤的ウェブサーブの提供、この3つの活動についてご紹介いたします。1点目は中核的データベースの整備。分野ごとの中核的な研究データベースを統合化推進プログラムというファンディングを通じて整備しています。研究データを効率的に利用する情報環境の構築を支援するものです。このプログラムの責任者である研究統括は九州大学の伊藤隆先生です。ここに記載しているのはプログラムの公募要領に掲載している伊藤総括による運営方針の一節です。その中で伊藤総括は、日本の研究環境が十分と言えなくなっている中、公共データを整備し提供していくことが研究の機会均等と多様性維持のために実効的な手段になると述べ、本プログラムにおいて生命科学の研究スタイルの変革を見据えて幅広い層の利用者に開かれたデータベースの構築を支援するという方針を掲げています。この方針の下で本プログラムでは現在14件の課題を採択し支援しています。直近2回の公募では育成型という枠を新たに設けて、各年度3件ずつ合計6件を採択しています。この育成型は将来性を重視し、独自性の高い新たな構想を持つデータベースの発掘育成を目的とするものです。採択データベースの中でも KEG、PDB は多くの方が聞かれたり使われたりしていることと思います。また本日講師を務めていただく森先生も採択された方の一人で、マイクロバイオームデータハブというデータベースを開発中です。 NBDC の活動の2点目は統合利用基盤技術の開発です。研究データの整理統合、高度な利用環境の開発、アプリケーションの提供などを通じて、生命の統合的な理解促進、研究データの応用利用の加速を目指しています。この研究開発は、ライフサイエンス統合データベースセンター、略して DBCLS において実施されています。で、DBCLS は本講習会の共催者でもあります。こちらは DBCLS のサービス一覧ページのトップの部分です。左の部分です。この下にずらっとサービスが並んでいます。この多くが NBDC の事業の一環として開発されたものです。公共のデータを加工し、実験データの解釈、大規模データ解析、データベース開発などに利用しやすくするツールを提供しています。右の上にあるのはその一例、日本人のバリアント情報を整理統合した統合バーです。国内のプロジェクトなどで生み出されたゲノムデータの解析から各種のバリアント情報を提示し、海外のデータと比較することで日本人固有のバリアントなどを確認することができ、それらがどういった疾患と関連するかなどの情報も得られます。また右下にあるのは統合 TV で、データベースやウェブツールの使い方の動画やイラストが掲載されています。本日の講習会の動画も後ほどここでから公開いたします。3つ目は基盤的ウェブサービスの提供です。 NBDC が直接3つのウェブサービスを運営しています。まず1つ目のインテグバイオデータベースカタログは、生命科学系のデータベースに関する情報を集めた、データベースのデータベースで、2500件以上が掲載されています。キーワード検索や生物種、分子種といったタグ情報からの絞り込みもできます。すでにお使いのデータベース以外にも、関連の深いデータベースが見つかるかもしれませんし、新しいことを始めるときの情報ソースとしてお使いいただけると思います。2つ目の生命科学データベース横断検索は、いわば生命科学版の Google 検索。検索対象は研究データベースのほか特許文献などがあり、一般的な Google 検索より研究関連の情報に特化した検索ができます。
入力は自動で日英翻訳されますので、キーワードの種類を気にせずに関連情報をたくさん取得できます。生命科学系データベースアーカイブは研究データセットを NBDC が預かって公開するものです。こうした研究用リポジトリは近年いろいろなものがありますが、このアーカイブの特徴は受け入れ可能なデータ容量です。最大容量は1データセットあたり 1TB。 また簡易ビューアがあるのも良い点だと思います。近年データセットのサイズは大きくなる一方なので、ダウンロードする前に中身をさっと見たいといった要望がありますが、このアーカイブなら全てのデータセットで可能です。以上、 NBDC の活動をご紹介しました。お聞きいただきありがとうございます。それでは